大谷翔平7試合連続安打6月10日日本時間11日本拠地エンゲル・スタジアムでのメッツ戦エンゼルスの大谷翔平投手が2番 DH で先発出場し 5回の第3打席にライト前ヒットを放ち、7試合連続安打をマークした。前日には、チームの14連敗を止める12号逆転ツーランを含め、マルチ安打を記録していたが、打撃の調子が上向いていることを感じさせる当たりを放った。大谷は、前日6月9日日本時間10日のレッドソックス戦で、 第3打席に10試合ぶりとなる12号2ランを放った。続く第4打席でもライト前に鋭い当たりを放ちマルチアンダを記録。6試合連続アンダを記録していた。直近7試合では26打数7アンダ打率2割6分9輪と少しずつ結果を残しており、チームが泥沼の連敗に沈んでいた時でも、常に打席で最善を尽くしてきたものが、 いよいよ結果として出てきた。前日の試合は、大谷にとってもテンションが上がるものだった。投手として今シーズン10度目の先発マウンドに上がり、今シーズン最速となる161マイル。162.5キロを計測するなどストレートの威力が抜群だった。スライダー、スプリット、カーブ、カットボルト4種類の変化球のキレもよく、 勝負どころで抑えた時には、マウンドで吠えまくった。5回に自らを援護する逆転ツーランを放ったが、一塁を回ったあたりで大きく声を出すのも珍しいことだった。連敗脱出の瞬間は、天を見上げてほっとため息をついた。6月は、大谷が得意と言われている時期だ。昨シーズン46本塁打を放ったが、 内重総本は6月に放ったものだった。一時は当たればホームランというほど当たりが止まらず、オールスターゲーム、ホームランダービー出場へとつながった。今年の6月は、前日までに34打数8安打1本塁打、打率2割3分5厘とバットが湿っていたが、前日のホームランによって感触を取り戻したかのように、再び快音を連発するようになっている。 14連敗したエンゼルスは、貯金をすべて使い果たし、借金生活となっている。アメリカンリーグ西地区でも、首位のアストロズには、9ゲーム差まで広げられており、ポストシーズンを目指すためには、負けた借りを返す大型連勝も必要になってくる。主軸打者であるトラウト、ウォードがスタメンを外れる中、 しばらくは大谷のバットでチームを力強く牽引するしかない。